ハロー YouTube。 アントニオ猪木です。なんでこの野郎、なんでこの野郎、似てねえな。はい、 いや今日もね、買っちゃいましたよ。セブンイレブン弁当。弁当じゃないしね、今日ね。あー、箸が汚ねえところに落ちそうになった。まあいいや。はい、しかし暑いですね今日は。はい、じゃあね、早速セブンイレブン弁当紹介しながらやるふりします。じゃあ早速やってきます。今日はね、ツナマヨネーズを買ってきましたと。で、これですね。つけ麺です。これね、最初ね、中華麺かなと思って買ったんですわ。でね、レジで、温めてくださいと言ったところ、いや、これつけ麺なんですよ、と。冷たいつけ麺？冷麺かな、これ。な感じですね。どうしますか？と言われましたけど、いや、いいですよ。このまま食べますと。でね、これ新商品、まあ夏しかないのかな。今時期なんでしょうね。なのでね、ちょっと物珍しく食いますよ。食べますと。じゃあ早速開封して食べれる状態にします。はい、じゃあ今ね、こんな感じで、こっちがタルですね。で、こっちが麺という感じです。で、ほぐし水というのがありまして、そばにもついてますよね。それを上からちゃちゃちゃっと振った感じです。こんな感じなんですね、つけ麺。じゃあ今からちょっと食べていきましょうかね。これがね、チャーシューです。チャーシューがね、なんか美味しそうです。ほぐし水だけじゃ、そんな ほぐれないですな、これね。なかなか片手じゃやりにくいです。で、麺は太いですな、これね。はい。こんな感じです。で、ネギがちゃちゃちゃっと。これメンマですか？これメンマね、私、あまり好きじゃありません。好きじゃありません。はっきり言って美味しくないです。好きじゃないけど、入ったら食べますよ、もちろん。で、これが、チュッケ麺じゃない、漬け汁ですね。じゃあ、これから、食べます。では、これより、食べます。こんな感じです。うん、冷たくて美味しいです。で、スープ？漬け汁っていうの、これは、うん、程よく辛くて、はっきり言ってね、私ラーメン屋巡り好きなんですが、つけ麺ってね、初めて食いますわ。つけ麺って初めて食います。そばはね、ざるそばなんかこう、麺つゆというかタレというかあれにつけて、まあ、食べるのは当然なんですよ。この、中華そばのつけ麺というのは、初めてですわ。いわば、つけ麺デビューと。ああ。でも、あれですよね。コンビニの店員も、
温めていいものやら悪いものやら知っておかないと、これもしかしたら私温めてくださいと、これつけ麺なのに温めたら大変ですよね。コンビニの店員って全部把握してるんですかね。いや、お客さんが温めてくれて行ったので温めましたみたいな感じで。まあ、さっきの、あの、店員さんつうか、あれ、多分、オーナーさんなので、まあ、どういう商品かっていうのは、知ってますよね。店長兼オーナー？オーナーでいいんかな？はい。まあ初めてつけ麺を食べましたが、まあそばにせよつけ麺にせよですね、タレが命ですよね。これ今チャーシュー食べてます。つけ麺のチャーシューってどうやってくるんだろう。片付けて麺と一緒に食べるの？どうすんの？みんな教えてください。麺に巻いて食べるのかどうなんだろう。まあ好きにせいやと。こんな感じです。スープがね、何味って言うんだろう。初めてだな、こういう味は。まあ当然ですが、私ね、この中華麺の、まあ、つけ麺ってラーメンのスープの冷たいのかなと思ってましたが、違うんですね。はい、違うんですね。これおいしいはおいしいんですけれども、このさっきのね、ほぐしの水がね、全然足りないでしょ。多すぎてもいけないんだろうし、これどうするんだよ。これどうするんだよ。これ食われへんがね。うどんですな、これ。うどん中華うどん、うどんなのこれ。そうね、言えば何だったかな、これ。中華そば何だろう、これ。ああ、ちょっと分かる。いやー、なんだこれ。つけ麺うどん、中華麺らしいですけどね。うどんだな、これは。まるで うどん屋がね。でもね、まあまずくないです。イメージしてたのとほど遠いので、多分ですけど、二度と食うことはないだろう。覚えてやがれ。まあそういったところですね。聞いてないのでね、ツナマヨネーズもレビューしますよ。まあこんなみんなね、食べたことありましたね、ツナマヨネーズ。コンビニのこれを食べたことがないという人はいないと思います。
ほぼ食べたことがあるんじゃないでしょうか。こんな感じですよね。うん、パリッとして美味しいです。で、中にマヨネーズ、ツナマヨネーズ、シーチキンかなんか入ってんかな、これシーチキンマヨネーズ、いや分かりませんわ。まあレポートになれませんけど美味しいです。はい、うん、こんな感じで、こんな感じで、うん、やっぱセブンイレブンのおにぎり美味しいわ。ここのセブンイレブンはね、すごい品数多いんですよ。で、お客さんも多いしね、儲かってんじゃないのと、儲かってんじゃないのって。では、うどん食います。うどんにあらへんけど、うん、スープはね、どういう味なんだろう。まあ辛くはないですね。ごまだれじゃないな、これ。しゃぶしゃぶのごまだれのような見た目はそういう感じがするんですが、全然ごまの風味はないし、ちょっと謎の初めて味わう味です。はい、なので二度と食うことはないだろう、二度と食うことはないだろう。じゃあもう少し残ってますが、全部食べます。それでは、お昼からも、頑張って、お仕事しましょう。暑い中、水分補給をね、しっかりとして、で、頑張りすぎずに、ね、頑張ってね、倒れても、誰も褒めてくれません。なのでね、ほんと、きつい時には、しっかりと、休んで、ね、安全運転で、行きましょう。それでは、さらばだ。